かるんで。はい、こんにちは、ウロテホチャンネルです。8月のシンデレラ9ですね。8内第140回ということで、今回も前回に続きまして、3日分ですね、九州祭、10連無料スカウトチケットスカウトプラスフォアガチャと、これは、5日ですね、3月5日の何曜日ですか、金曜日、これの今フォアガチャをやっておりますけども、うん、あ、この SR 持ってねえな団長。ほう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 、ちょっとおっぱいがいい感じですね、団長なのに。うちらは一人じゃない、みんなで戦っているんだ。一番背が低いんでしたっけね、わかんないな、小麦がどっちかだと思うんですけどね。はい、正常スカウトで、これはちょっと、ま、回さないんですけどね。で、この間あのすいません、あの、つくもさん、あのおはがちゃで出まして、前回初回が天井だったんで、うん、まあ2で割って、100連で出たということですね。うん、ちょっと挽回させてもらって、これはおもてなしのあの泉田さんのやつですね。であと お母さんとお父さんとって感じですね。はい、ちょっとおはがちゃってみますかね。うん、一応まあ相変わらずこう忙しいんですけども、まああの日課プラスアルファとで、このまあ無料ガチャとおはガチャって感じですかね。うん、はい、では3月5日金曜日、九春祭無料10連スカウト行ってみましょう。うん、結構ね、ナインスターとかドリンクも溜まってきましたけども、うん、これだというものがあれば行っちゃいますけど、うん、ちょっと様子を見ております。はい、出ないですね。お、リーさんだ。あ、尖ったハートね、うん、尖ったいっぱいって感じですね。うんうん、いい女だ。はい、翼と委員長ですね。はい、うん、これどうしよう。あ、これか。うんうん、ということで SR が2枚でしたね。はい、はい、ということで3月6日土曜日、九春祭無料10連チケットスカウトとおはがちゃということですね。これが6日目になるんですけどもね、成城高校ももうメンバー揃ってますよね、あのキャラクターがね、うん、9人ちゃんと絵面がありますからね、名前とかわかんないですけど、うん、東堂平と一二三ゆりと神宮寺沙耶香とあの子タヌコ、うん、名前忘れましたけど、それぐらいかな名前が出てるのは。あとまた出てくるんですかね、結構ニタッチっぽい子もいますし、可愛らしい子もいますけどね。うん、3月6日土曜日、これはつくもさんですね。はい、うん、はいはい、うん、うん、これも言っときましょう。つくもさんか、うんうん、という感じですね。はい、こう九州祭が終わったら次何でしたっけね。私今これで、2年目にな、2年目、10月20日ぐらいにやって1年半ぐらいになるんですかね、そろそろ春でね。うん、去年の5月はちょっともう課金しまくったんですけどね、 UR が実装してもう1年経つんですよね。うん、お、なんだなんだ、しずくちゃん、おお、これかこれか、1凸か2凸だな、素晴らしい美脚が。ミッドに入れ
分けて。うん。お、SSR 出たな。で、これが、Take to Me の焼きそばパンですね。はい。みんなの役に立ちたいんです。メイちゃん。はい、ちかけさん。お、これも SR だ。うんうん、高速の一級。もうやっぱ琴葉が出ないんですね、私ね、縁がないんですね、どうも。うん。うん。で、にゃんぼの初雪ダイブね。はいはい。うん。ということで、SR が2倍と SSR しずくさんが出ましたね。ええ、それからあのログインボーナスでこの無料、SSR 確定チケットがもらえたので、ま、早速回してみましょう。 SSR どの SSR でしょうか。うん、待って、ちょっと待って。結構ね、前も言いましたけど UR 艦隊になって割とこう満足しちゃってるところがあるんですね、最近ね。つくもさんだ、つくもさんだ。あー、これ持ってなかったんですよね。うわー、これ欲しかったんですよね。あー、よかったよかった。これ確かひまわりついてんじゃなかったっけな。走っている時だけは一人きりになれる気がしてるんです。うん、世間から切り離されて自由になれる。つくもさんって身長166センチでそんなに高くないんですよね。なんかすごい高いイメージがあるんですけど、うん、野崎ちゃんとかの方が高いんですよね。野崎、千葉、泉田、あの辺、桜田、あの辺の方が背が高かったりするんですよね。もっとする細いからでしょうね、多分。うん、これね、あ、ひまわりついてねえか。でもあのリンク選手でいいと思うんですけどね、しずくちゃん。うん、これをちょっととつってますけど、まだまだ頑張れますんです。うん、はい、という感じで、この方もロックしといてね、3月6日土曜日が終わりまして、明日日曜日ね、中日ということですよね。また行きたいと思いますけども、はい。はい、それでは、九春祭無料10連チケットスカウト。今日は3月7日の日曜日ということで、今日で中日ですね。はい、まずはおはがちゃと。うん。あかねちゃん。ここ、うん、老舗の甘味屋さんね。はい、こういうとこあんまり来ないから。あ、可愛いっすよねこれね。緊張するかも。うん、花森ゆみりさんでしたっけ。ゆみりさん、みゆりゆみりさんでしたっけ。つくもさんの UR スカウト。おはガチャ。だいぶ世の中も暖かくなってきましたね。うん。まあいつ流行り病がね収まるのかって感じです。なかなかワクチン打っていくしかないんじゃないですかね。インフルエンザみたいにね封じ込めなかったわけですからね。うん。夕方だな。うん。にゃんぼ。にゃんぼの、あ、にゃんこボールね。これはもうできてんな。これと猫車似てますよね、サムネイルね。たまに間違えるんですけどね。たまに使うんですけど、猫車も。うん、ということで、無料10連行ってみたいと思いますけども。はい。どうだ。ちょっと腰が痛くてですね。ちょっと待って。夕方スタートだ。うん、どうでしょうか。お、夜になったら夜に。よし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 、 SS 結構出ますねやっぱね。 SSR あの無料でもね。うん、タッテイクトゥーミー。はい、おー、翼だ、翼翼翼翼。キューブの今後が私
あ最近これよく出ますねこれで1トスですね。うん、イカリン、いい団長。うん、あ、またマスオさんまですの、野崎ちゃんの、うわ昔いっぱい出たな、これなんかのイベントで、はい、でユカリンとか、はい、またユカリン、うん、で団長ですね、ということで皆さんも九春祭頑張ってると思いますけどね、まあ、育成も兼ねて、あ、このタイタイ可愛いですね、ということで、一緒に楽しみましょうということで、8内でした、ウロテヨでした、またお会いしましょう、どうも。